そしたら再び鎌ヶ崎のメインストリートの方向に向かって歩いていきたいと思います。ここにもですね、自動販売機がありまして、飲み物を飲んでいる人はね、全員酒飲んでるように見えるんですけど、今の方は、お茶を飲んでいました。そしてここにですね、なかなかシャレオツな配置がなされた、花壇があります。ただね、これ近づいたらね、動画では伝わらないんですけど、めちゃめちゃしょんべん臭いですね。めちゃめちゃしょんべん臭いです。なるほど、なるほど、どうしてここに花壇が設置されたのか、その理由がよくわかるようなですね、しょんべん臭さです。そう、おしっことかじゃないですね、しょんべんなんですよ。なんかわけわかんないんですけどね。とにかくね、そういうエリアです。左側の団地もすごいですね。このコンクリートの色づき具合がね、グッときます。そして道端でですね、パーティーを楽しんでいらっしゃる方々がいるわけですけれども、結構ね、このパーティー会場までしょんべん臭いのはね、流れてくるんじゃないかって僕は心配になってしまうんですけれども、大きなお世話というやつでしょうかね。そしてここにはロッカー、コインロッカーがありますね。ここに、大事な荷物を預けると。そしてここはアイリーンシェルター、無料休憩所、禁酒の館というところがありまして、このアイリーンシェルターではですね、ここの、掃除をする人たち、アイリーン地区のですね、清掃する人たちに、賃金を払っているそうです。なるほど、そうやってお金を払ってですね、掃除をして、いただいているから、こうやって私も気持ちよく道を歩けるというわけですね。低料金要と書いてあります。まあ、ただね、歩いてみて思ったのはね、まあ、さっきの、アイリン福祉センターでしたっけ、あそこが掃除をしているっていうこともあって、ゴミは ほとんど落ちてないですね。で、自転車も整然と並べられています。持っていたよりは歩きやすいことは歩きやすいです、物理的には。ただですね、やっぱりね、私は、この町には全然馴染んでないなという感じはですね、歩いていても分かります。どうやらですね、私はどうもこの町に馴染めるような人ではなかったんだろうなと思います。ここにはですね、銭湯がありますね。で、ローソンもあります。ちゃんとこのアイリン地区にもですね、ローソンがあります。そして福祉専門アパート、福祉専門アパートっていうのは、これは生活保護者対象のアパートという意味ですね。そしてまた大きな通りに戻ってきました。これが JR の新今宮の駅前に当たるところです。ローソンも一応大きな通りに面して立っています。それでは交差点を渡って先に進んでいきましょう。そしてここにですね、老人ホームでしょうかね、日月の、光という、老人ホームがあります。まあ、老人は日月に光を感じるのかもしれませんが、我々社畜は金土に光を感じます。サザエさんが聞こえてくると憂鬱になりますね。明日は月曜は仕事だっていう、あるいは学校だっていうね。